番組恒例アディショナルトーク。さあ、富士フィルムスーパーカップが終えて、実は直前の特別番組、さらに今日日曜日の山梨スピリッツ、2日間にわたってバンフォル甲府 OB の堀井学也さんにお付き合いいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。長丁場になりましたね。長かったですね。まずはじゃあ疲れましたね。すみませんよ、昨日の一応体力には、ね、自信があるんで。ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。富士フィルムスーパーカップの直前の番組からずっとお付き合いいただいたんですが、うん、まず直前番組のこのスタジオの様子というのはどうでした？どうでしたか？いや、久々にね、解説は長いことやってたんですけど、はい、スタジオでの収録っていうのはあんまり慣れてないんで、ちょっと緊張しちゃって、ちょっと周りにそういう雰囲気を出しちゃって申し訳なかった。本当ですか？そんなことなかったですよ、はい、いやいや、大丈夫でしたか？私普通にのんびりやってました。あなたはもうちょっとしっかりしたことしたら、もうちょっとやったほうが、堀井さんが何聞いても答えてくださるから、へえ、ほう、はぁって言って勉強になったわけだ。勉強になると思って。確かに生放送でしたから、ね、YBS のアナウンサーはサッカー偏差値高いですよね。いや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 、まあ、勉強中ですけど、はい、もちろんね、もうたくさん教えていただきまして、うん、昨日私生配信までね、はい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 、特別番組の後試合を見ながらライブ配信ということで解説していただいて、それを聞いてたおかげか多分サッカー偏差値10ぐらい上がりました。10上がった。ガンガン上がりました。一応自分はねサッカー専門家なんで、はいはい、詳しいのは当たり前なんですけど、うん、やっぱりよく取材をされて、うん、はい、サッカー勉強されてるんで、うんうんうん、もう話がよくこう通じると言いますかね、はい、もう恐縮でございます。ありがとうございました。試合中の生配信でこう裏解説っていうのは、うん、この山梨放送としても初の試みだったんですけど、うん、はい、ここからサイドに相手の目を向けさせておいて、はい、真ん中に一番嫌なところに縦パス入れるっていう、うん、はい、すごくいいプレーだと思いますけどね。お、来た。やったー。おい。いやー。あ、ちょっと前に出て大丈夫ですか？ゴール、ゴール。おー、来た。やったー。やったー。いやー、大きいですねこれね。これは大きいですね。いや、これは本当に。大きい大きい。やった。どうでした？いや、正直最初勝手がよく分からなくて、ね、そうですよね。はい。そうですよね。どういうことなのかなっていうふうにちょっと手探りで。スタジオにいるスタッフも全員よく分からないやつだと思うんです、はい、最初なんで。そうですよね。隣で私アフロ突然かぶってるしみたいな感じで失礼いたしました。いやいやいや、もう。そうですね。なんか今後でもやってみたところで。この視聴者の皆さんにまた届ける機会があったとしたら、うん、はい、どういうところを特にとかってありますか？いや、とにかくね、ヴァンフォーレ目線でいろいろ話ができるんで、うん、はい、ヴァンフォーレを、ね、応援する側なんで非常にこう楽しかったなっていうのが感想ですね。そうですか、うん、生配信もいろいろリアルタイムで皆さんから感想をいただきまして、はい、そう、分かりやすいですとかいろいろね。本当ですか？うん、本当です本当で、県外の方も見てくださって、うんうん、やはりね、そうですね、ヴァンフォーレ側のそういうお話が聞きたいんだなって方が多かったんだなって思いました。堀井さんだってね、スーパーカップの前には自らグラウンドにも行って、はい、取材されてましたもんね、はい、それはやっぱりね、こう話するにはしっかり取材してね、チームの状況もよく把握した上で話をしないと、選手にもね、スタッフにも申し訳ないですからね。それを踏まえて、はい、ご自身で今日の番組の中ではゲームの振り返りが主になったんですが、はい、ご自身でこうグラウンドで感じたこととか今の甲府の雰囲気っていうのはどうでしょう？新監督になっていろんな戦術もスタイルも変わった中で、とにかく選手が新しいことにトライしているなっていうのはすごく感じますよね、はい、どうでムードってどうですか？高揚感って言いますかね、程よい緊張の中で、はい、マリノス戦も戦ったと思いますし、はい、これからさらに開幕の2試合か、はい、ホームでできますからね、うん、さらに高まってくると思いますけどね、はい、もう気になる選手たくさんいますけどね。ね、本当に。ね、もうそう、どの背番号のね、はい、選手のユニフォーム買うかって皆さんもね悩んでると思うんですけど。そうですよね、うん、ちょっとこの選手注目ですよっていう
堀井さん目線でいらっしゃいましたら。昨日のゲーム見た限りではやはり若い選手ですよね。はい、三浦選手とか水野選手は本当に躍動してましたし、ソータ早田問題字が同じというねまた話題になってましたけれども、あとはこう経験値の高い山本選手だったりね、はい、佐藤和選手も相変わらずこういいプレーするなっていう感想は持ちましたから、確かにうまくね若手とベテランが融合できればいいですよね。そうですね、はい、堀さん現役時代を振り返ってみて、はい、そういう、こう若手とこうベテランの連携で特に大事にしていたことってどういうところありますか。やっぱりこう一選手として自分が主役でまずゲームに出たいんですよね、うん、ただこう年齢を重ねていろんなことを経験してくるとこう自分だけではなくていかにチームのためにっていう気持ちが出てきて、はいはい、自分が出られなくてもいかに若い選手にいい環境でプレーをさせられるかとか、うん、まあ、そういったところの気配りができるベテランがいるとチームはやはり一つになると思いますよね、はい、真面目なこと言いましたね。いや真面目でいいんですよ真面目でいいんですよ。でもそれがねすごく大事なんですよやっぱり、はい、そうですよね。その雰囲気はやっぱ甲府にもありますし、そうですよね、そういうことができる選手がやっぱり各年代にいるじゃないですか。そうですね、これってやっぱ今シーズン期待していいってことですよね、はい、こうチーム編成的にこうベテランそれから中堅若手がうまく組み合わさってね、うん、はい、非常にこういいチームになると思いますんで、うん、期待したいですよね、はい、でそのねホーム2連戦に関しましては、うん、YBS ラジオテレビともに堀さん解説いただけますよね、はい、お忙しいですねまたね。たくさん呼んでいただいてありがとうございますあの俺の解説のここを聞けっていうのがありました。ぜひ伺いたいです。まあいろんなこう視聴者の方々がこう目が届かないようなところもしっかりとこう、うん、ポジショニングですとかね、はい、戦術的なところも変化も含めて伝えられるように頑張りたいと思います。いや、はい、皆さん絶対サッカー偏差値10上がるんで。いや本当ですよ、はい、絶対、ね、より見ててねこうサッカーって楽しいんだここが面白いんだっていうのね。そうですね、サッカーの奥深さをねより知ってほしいなと思いますよね、はい、はい、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします。またスタジオにもよろしくお願いします、はい、来てください、はい、お待ちしております。堀井岳也さんでした。ありがとうございました。